そのやっぱりその、サウンドのエンジニアとかクリエイターですね、マスタリングエンジニアとかがどういったその音を作りたいかっていう、まあ、彼らがやっぱり作ったものをそれを聞いた時に、彼らがその作り上げたその音がどれだけ忠実に再現できるかっていうところがやっぱり一つこの 音をその再生するこういう商品を作っている上では非常に重要だと思っていて、なので物を高音質ないいものを作るだけではやはりダメで、アーティストが演奏して歌ってそれをレコーディングしたものをそのまま聴けるというところをこう一つの流れの中でですね作り上げるとものすごいこういい商品ができるなと思うんで、まあそういう人たちと そのコミュニケーションが非常にこう大事だと思ってますし、まあ最近そういうことが非常にできるようになってきたのが非常にこう商品を作ってて非常にこう嬉しいことです。